動します。うわーすごーい、え、バスターソードすごっ、めっちゃ傷ついてるやん。ニューゲーム、エアリスだ。花持ってる。うわー、かわいい。うわー、かわいい。最長。最初あの行くぞ、新入り。あ、バレットだ。すげー、バレット喋ってる。クラウドかっけ。わーすごっ。あ、始まってんのか、ちょっと。わーすごい。ちょっと待って、実物感えぐいな。わーすげー。ちょっと長押しできなかった。ソルジャーの肩鳴らし。ソルジャーぶってんね。ソルジャーじゃ、ま、デリシャスフレッシュヘルシー、バノーラ、バノーラホワイト。おい、バノーラから来てるリンゴが、リンゴジュースが。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ない。出ました、興味ないね。うわあ、これあれだ。このアングルさ、めっちゃいいんだけど、好きなんだけど、分かる人いる？クラウドはこっち。ここあれじゃん。走れ走れ。T 字路だ。ここなんかさ、ボスバトルなかったっけ？これなんか上、めっちゃ上からのアングルのところ。観念しろ。こっちのセリフだ。クラウド、ダメだ、なんかクラウドの後方保護者面になる。クラウド今日も頑張ってるなみたいな気分になる。さっさと行くぞ。はい、その声響く。集中しろ。ジェシーにバカおちょくられてるじゃん、クラウド。でもわかる、スバルも正直クラウドみたいな感じの子いたらめちゃめちゃ話しかけちゃうな、面白くなっちゃって。もう見れんの？え、すごい。ところなんだ。うわ、かわいい。え、キッズどももちゃんといるじゃん。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたにも聞こえるのか。おおよ、医者に行け。てめえ。そうそう、その感じ。バレット、バレット。バレットさん、あなた大丈夫？心配なんですが。はい、いくつ？ファースト。ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか、普通はよ。おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね、いっちゃいかな。覚えておくぜ。来たぜ。おじけづいたか。やるか、長年の夢が叶う喜びだ。バレット決めちゃってるじゃん、マコ。お前が一番決まっちゃってるよ。ちょっといよいよだぜ。うるせえ。お前見つかるだろうが、あんま大声出すな。だったら黙ってやれよ。バレットおもろすぎるってこいつ。ちょっと。はい、やばい。ああ。黒い羽。幻覚かな。来るぞ。なんだと。すげえ。いたいたこいつ。スコーピオン。ああ。どう。攻撃は相手が顔を見せただけのチャンスだ。急いで。すごい、急ぐ。ちょっと待って、ごめんごめん、俺やっぱこれ見過ごせねえ。ちょっと何してるの、早く来て。無理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 、ちょっと
俺ソルジャーだからこれ撮んないと。まだ18分もあるし大丈夫。これあのオリジナル5分ぐらいだった気がする。10分とかそんなかかんねえよ。急いで急いで。黙って登れ、その方が楽だ。ってダメ、喋ってないと焦る。お前これ一緒にいるのがジェシーでよかったの。お前一発殴られてるぞ。そんなこと言ってると新入りの分。あ、奥でバレット登ってる。オッケー。お前が歌うんかよ。え、そういえば勝利 BGM とポーズねえじゃん。ちゃ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 ないの。聞きたいんだけど。さすが。ふんじゃねえよ。ふんじゃ何、ちょっと決まったじゃねえんだよクラウド。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみるしみる。これはもらっておく。クラウドおもろすぎる。知ってるよね。俺をなんだと思ってる。ちょっとごめん、マジでクラウド、ちょっと待って、なんかわからん。初見の時スバルクラウド見てなんて思ったんだろう。なんかでも、もういろいろ知ってからだとクラウドおもろすぎる。ちょっとお前あんまり女の子と喋ったことないだろ多分。もうドギバギしちゃってんじゃん。女の子に物もらっていじられて。かわいいな。やばい、思い出しちゃった。それえ、なんで、まさか、どうして、え、なんで、え、幻覚だろこれ。てかマジでビビったんがセフィロスの唇のシワまで見えるんだけどと思って、写真やんと思って見てたわ。走るんだ、逃げて、生き延びて。あっ、ふざけんな。そういうことか。幻覚だ。うわ、でもいいぞ、それでいい。私を忘れるな。そういうことか。っていうか、なんでセフィロスがクラウドのストーカーしてるか分かったわ。結局クラウドの中に細胞があるから、クラウドが生きてたら自分が生きてることになるからってことじゃない。だから走って逃げろっつってるって。なるほどね。大丈夫。あ、すごい可愛い。お花どうぞ。あ、お花売ってる。花、うん、出会いを記念して。面倒だな。お前聞こえてますけど。それな。うわー、お花どうぞ。これあった。いくらだ。かかってきたから。いくらだ。値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え、花言葉は再会。うわー、警告しておこう。何言ってんだ。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？クラウド君さ、ないない、そういう心配しなくていいから。その剣は、はっ、剣のフラグある。ここ大好きなやつ。うわー、ちゃんと。でも剣の名前持ち主聞こえないようになってんだ。セブンセブンだ。あー、ティファちゃん。いや、顔面よ。マリ
父ちゃんお帰りなさい。顔面強すぎる。ティファ。お帰り。それどうしたの？ああ本物でしょ？珍しいね。珍しいんだよね、花咲かないから。え意外だな、クラウドこんなことするんだ。おいおいおい、ごめんリーダー、少しは変わるさ。さっきここで初めて会うんだっけ。あれ最初の約束の2000で手を打とう。おいおいおい、クラウド、つまりあと1500だ。おいおい、ティファに甘すぎないか。父を見るな。明日お店でね。え、なんかクラウド目線低くない？もっと顔でよくない？お前洗ってる？それちゃんと服不安なんだが、クラウド頓着がなさすぎて。終わったら来て。えお家にってこと？どういうのがいいかな。かわいい。え、なにこれ。クラウド君にはな、ちょっと大人っぽいお姉さんがいいんだよ。私と釣り合う服を選んでね。やばい、これしか持ってない。わかった。死んだ屋敷でもらった楽しい計画っていいね。かわいい。マーレさんには内緒。いやそれから特別なご褒美。特別の、わかったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。おいおいおい、離れたら来る？明日の夜。かわいい。おい、どうすればいいんだ。おい、これどうすればいい。でもつまりはティファという心に決めた女の子がねえ、どうすればいいのこれで。うわうわ、わかった。うわえら、しつこいぞ。えらすぎる、スバル。了解、こういうのはダメか。ごめんな、ジェシー。作戦変更しなきゃね。おやすみ。ジェシー好きだ。あれだ、それ誰だ。私はお前の主人だ。おまわりさん。もしもし。ちょっと待って、セシロス出てきすぎるわ。クラウド、楽しもうか。よかった。目覚めた？あんたは？エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。わあ、でもめっちゃ綺麗。てかエアリス可愛い。わあ、これ再会のね、意味もね。お花の手入れ終わったところだったのにな。ごめんて。やり直しかな。話し相手欲しいな。これはね、みんなね、もう思い思いの感情があるだろうからさ、もうコメント欄とかすごい急でスロットみたいになっちゃってるけど、まあ、みんなね書いてもろて、スバルも今じんわりと、こんなところなんだ。でもなんかさ、綺麗だよね。三角出る。もう少し時間をやるぞっと。なんだこりゃ。え、普通にあいつじゃん。ね、なんでもよさ。あ？え？そんな話したっけ？私、お姫様じゃないよ。嘘。え？バカ！危な！みんな、強く、強く生きてる。時々、それ感じて、嬉しくなるんだ。エアリス強いよな、マジで。強いし、ポジティブ、明るい、前向き。探しに行こうとしたんだろうな、ザックスのことを。悲しさを、なんかね、マジでね、ちょっとね、ザックスとエアリス似てんだよな。この悲しい、悲しさを感じさせない。すごい悲しいことがあっても、
本人の人間力でそれを悲しいと思わせない力、めっちゃ似てると思うわ。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ハクソかわいい。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる。なんかカッコつけてる。やめてあげてアリス、あんまりそういうことやめて。本当にやめな。それ許されるのザックスだけだよ。それ対ザックス限定だから、それやめな。駅ないのかと思って、クラウドの世界。もういい。もうバカおもろい。何こいつら、バカおもろいんだが。ちょっとあれが私のうち。すごいな。すげえ、めっちゃ綺麗。うわー、これうわすごい。ね、こっちだよ。すいません、ちょっと待って、ね、自由を許されない。いや、なんかさ、オリジナルの方もさ、ミニチュア感があって結構作り込まれてるんだけど、すごい、こんなお家なんだ。マジでね、ここの家一番可愛くて好き。ここガチでシルバニアファミリーなんだよな。うわ、ここめっちゃ覚えてる。街見てきたら？自由時間だー、行くぞー。え、どうしたのクラウド。いや、クラウドって言われた時の声怖すぎたよな。あれ、エアリスやっぱちょっと圧のものじゃんと思った。ねえ、ディアンナイを頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？何でもない。は？美しい。何あれ？再会のトロフィー、やべえこれ。なんじゃこりゃ。いや、すごい。何これ、あれじゃん。いや、匂わせうま。匂わせうまいってか、そういうレベルじゃない。じゃあ、はい。え、何これ。まだかな。え、何このイベント。何ホールド。すまる、食らうのかもしれねえ。クラウドってクラスファーストだったんだよね。探ってるじゃん。ああ、そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は多分知ってる。え、知ってんの？聞こえないんだ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。セリフ一緒じゃん。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。前見なくちゃね。
全部どうすればいいのこれ、どうすりゃいいのこれ。あ、死んじゃったか。この結果を誰が予想したでしょう。エアリスなのか。え、うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。え、いい趣味してる。なんかあちこち盛られて愉快。森はね、いい効果ももたらすから。そうか、テンパってる。え、見せ物にされてるんだが。あ、そういうこと。ここで着替えんと。ここで。よくお似合いですよ。誰？すごい、めっちゃ盛り上がってる。やばい、めっちゃすごい盛り上がってる。え、すごっ。かわいいじゃん、クラウド。お前めっちゃめっちゃ似合ってるんだが。え、めっちゃかわいいじゃん。姫じゃん。お前がファイナルファンタジー7の姫になれ。エクステン馴染みすぎでは。ティファだろ。まあ一応、まあ一応セーブだけしとくか。別にティファから揺らぐ気はないけれど、まあ一応一応ね。エアリス何か知ってるの？え？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。エアリス知ってそうだよな、いろいろ。凄腕のボディーガードいるから。確かにね。え、お化けは専門外だ。苦手じゃん。え、そんなこと言わないで、なんとかして。え、分かったから離れてくれ。何このイベント。ちょっと。え、今いや、何これ。ちょっと待って、もう多分さ、ティファさ、なんかあのお化け得意じゃないんだろうね。怖いんだけど、なんかおく、なんか要素おかしい。クラウドの手受ける。クラウドバレーみたいになってる。バレリーナみたいになってるやん。エアリス、近くにセブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってるでしょ。任せて、必ず助ける。え、マリンの話。お店まで案内お願い。任せてください。みんなのことよろしくっす。エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。これ、エアリス。でも、嫌な予感がずっとしてて。全部知ってるんか。なんだろう、これ。それ、私も。だから、いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように、今を精一杯できること、ちゃんと。なんかエアリス、うわあ、危ねえ。星の力なんだろうな、多分。その力が星の未来を見せてるんじゃないかと思う。どうなってんだ。でも家族が揃えば、そこがお家だよ。一緒に行こう。泣いていいから。
かくれんぼは終わりだ、エアリス。帰れ。ほくろを引きちぎるぞ。聞いたー。腕によりをかけた私の新作、たまんないでしょう。かわいい。絶対守るからな。ジュシー、最後の話し相手クラウドか。最後とか言うなよ。私の爆弾、大勢殺したからね。償わなくちゃ。何度でも助けるぞ。しみる。ほら、ティファが泣いてる。待って。ちょっとカレット多分あれだ。運命に抗う RPG だわこれ。なんか最初になんか運命っぽいなって思ったんが、多分オリジナルの通りに進めさせたいんじゃないかな。だから最初のさ、レノ戦の時でもさ、本当だったらあの後奥に逃げ込んで樽を上から落としたわけでしょ。でも奥に逃げ込まなそうだったじゃん。よしよし、同じようにするように奥に引き込んだんじゃないのかなって。てことはディメンター敵なんだが、これワンチャンさ、ディメンターに抗い続けたらワンチャン帰れるところまで帰れんじゃないの。運命来いや。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。すぐ喧嘩売るじゃん。あの時の、やっぱりてめえもアバランチだったんだな。何、どうだろう。このちょっと待って、なめてんじゃねえぞ。見えちゃいけないものが見えた。おい、あいつを出せ。いやいや、通りがかりっていう説もあるから。へ、いやー、ドルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。待って、ガッツ捕らないが。でもこいつは強くなかったよな。休むなんて許さないぞ。なんで、ちょっと待って、なんで、待って、ほんとーダメだって。待って、正面はなくなる。恨みしる。どうだ、いやー、ちょっと待って、ダメだ。
そうそう、スバルもあ、すごい、このアングル、すごい、くそ、バスターソードにしとくべきやった。これ階段階段にするか。スバルもね、オリジナル階段だったんよ。どうした？たった59回だ。クラウド頑張れ、お前頑張れ、クラウド、ほら着いたぞ疲れてる、ちゃんと疲れてる待ってくれよ、待ってるよ、早く来い。さあ、ここでゴールです、ゴールさあ、みんな、乳酸がやったな、疲れてる、あっ疲れんとえ、冷却用マテリアによる法令を開始スカーレットさん、人がやばい、やばいんだけど、イファルナは細胞まで美しかったよ、鳥肌やばいんだけど今コルネオと北条どっちが63階に到着。はぁ、わかんねえよな。え、やば、え、やばい、まずクラウド、え、クラウドだよな、え、クラウド、大丈夫、同期のクラウドだよ、同期、よかった、生きてたんだな、まずい、心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。カンセルだって、え、カンセルと仲良かったん、クラウド、カンセル生きてんだ、カンセルいるんだ、すごい、え、お前どういう経緯でカンセルと知る、え、カンセルと、わ、でもザックス紹介せそう、これ俺の友達なんだよねとか言って、でめっちゃ無言のクラウド、めっちゃ目に浮かぶわ、女子トイレあるやん、ここ女性用だよ、すまんなんで、じゃあ待ってるね。あ、目立つだろ、ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、ちょっとセクハラっぽくない、うん、まあそうだねそうだよ、中の方が安全だよ、早く来なよティファ、恥ずかしがってる場合じゃないって。やばいな、マジでエアリス、はいや、はいや、足ちょっといや、そうなんだけど、あんなこと聞いたらそんな速さになるのも分かるんだけど、そんなさ、何、そんなに臭いか、ここそんな駆け足で行かなくてもいいじゃん早い、早い、早い、めちゃめちゃ早いじゃん。あー、えー、きちゃー、お前はソルジャーで、まずい、あ、やっぱ聞こえないようになってるな。うわー、出て出て出た、なんだこれは、教えちゃダメっていう運命の、あ、私とは何か、声渋、見ての通りこういう生き物としか答えられない、え、なんかもっとキッズ味ある声だと思ってた、何何何来たな、運命、こいつらでも運命なんかな、なんかでも、何なんだよこいつらは、運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。やっぱりそうじゃん、感動の再会だ。なんかセフィロスだけオリジナルっぽいけどな、変だなと思った。いや、セフィロス出すぎ、なんでこんな最初から出てくんのとか思ったんだけど、ファンサかなとか思ってたんだけど、なんかこのセフィロスだけ、え、なんかさ、リユニオンとか関係なしにこいつなんか全部知ってそうだけどな、こんな初期からさついて回るようなやつじゃなかったでしょセフィロス。
でしかも最初からさ、なんかニブルヘイムのさ映像を見せたりとかさ、ちょっかいかけてくるじゃん。なんかセフィロスだけ2周目臭くね。オリジナルだとセフィロス最後打ち破れるんよ。それをさ変えたいんじゃないの。こんなはずじゃなかったっつってPHS じゃんおい、よくこれで世界最先端とか言えたな。お前 PHS。 でも心配ないよ。それよりティファは、この二人大好き。平気だよ。ほんとかわいい。え、この二人大好き。なんかさ、ツイッターでさ、 VTuber の間のリプライに割り込むの絶対許さないマンとかいるけどさ、スバル最初あれ気持ち分かんなかったのね。なんで別になんかほっとけいいじゃんと思ってたんだけど、確かにこの二人の間に突然よくわからん北条が割り込んできたら、でもみんな別にリスナーは北条じゃねえからな。違うよ、みんなのことを北条なんて言ってない。みんなちょっとこれねえ、これ悪質な切り抜きやめてここ。片手でやるんだ、気持ち悪い。スバル自分で、あ、宝箱。はい、ティファが足、スバルはティファちゃんと手で開けると思うわ。これマジで手だよな。よかった、解釈違い起こさなくてよかった。これ足でやってたらちょっと、え、やばい、着実に厄介になり始めたみんなスバルティファ見ない、かわいい。かわいすぎ、ちょっとやばい。もう一回見ない、座るところめっちゃ可愛いやん。はぁ、いいなぁ。あ、回し蹴りなんだね。ちょっとなんかマジで変態臭いけど許してほしい。ちょっとクラブさん、そんな感じしないね。ちょっと待って、音がする。めっちゃこれクラウドたちだろ、このガン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 言ってんの。チーム男子いいけど、うな、お待たせ。かわいい、許しました。お恋に落ちちゃうだろこんなの。おい、捕まってんのか。え、いねえじゃん。ま、じゃあここが今日から俺が社長ということで、まあ助けなくていいだろう、あいつ最低だしうるせえなちょっと待っててね、ちょ今行くから急いでるから、ちょ待っててね、マジでちょ急いでるから、おい、ちょごめんねマジで、おい、ごめんごめん、誰か、ごめん急いでるよ。うわ、キーちゃー、マサムネキちゃー、てめえ。まあ、でもね、これされるとバレットのしてほしかったことがね、もう名誉回復とかされなくなっちゃうからさ。うわさ、フィーラーがさここで死ぬ定めじゃないからさ、なんか治療してなかった。やっぱりあれなんだ、セフィロスがガチ、え、これさ、え、待って、バレットしないよね、こいつは。あれが全ての始まり。もう分からん、なんか、あ、これあれか、セノバセンター、え、バレットいねえの。え、待って、バレット死なないよな。ねえ、もうどうしよう。いや、でも今やるしかないか。
に。ムジカ。この曲大好き。出番だよ、私の出番。スバル、この曲好き。当てる。テンション上がってきた。全員思った通りの顔してんのがすごいわ。服どうなっとるんやそれ。やりますか。かっこいい。やっぱマスターソードだよな。二人きりだな。嫌なんだが、三人だろ。細かいことは気にするな。おい、なんなんだお前。細かいこと気にするんだが。釣れないな。あ、ディーバー。あ、ディーバー。だらしないぞ。ヒーローなのに。うるせえな。しかし、なんだ貴様ら、どういう組み合わせだ。これめっちゃ好き。アバランチ。スラムの花売り。実験サンプル。悲しい。他の奴らはどうした。さあな。ガチ好きここ。まあ、実験サンプル悲しい。どうせ袋のネズミだ。さあどっちか。古代史の女は捕らえろ。あとは殺しても構わん。本当に殺せるのかな。この音は緊張。マジでかっこいい。今この曲じゃん。クラウド。かっけー。うわっ、クラウドさんかっけー。すごすぎ。お前手が手危な、手危な。お前すごいや、お前ローチェや。来た、みんな乗って。よし、脱出すんぞ。めっちゃいい。謎の3カメ最高やから。あぶね。おー、バスターソードが。うわー、くそ、もうちょっとだった。すごいな、その技。てか、バスターソード硬。行くぞ。さっそうと。優しい。優しいやん。プライスレスの優しさやん。ナイスー。かっけー。バスターソード使いこなしてる感マジでいいわ。めっちゃいい。出たわね、この BGM。きたー。
ィロス今までセフィロスだーとか言ってたけど、かっけえなお前やっぱり無敵感が違うわてめえ先まあまあクラウド、ちょっと、あなたは間違っている。エアリスは全部わかってるってことか。干渉で曇った目には何も見えまい。あなたは間違っている。そうだね、全部わかってるね、やろうとしてることをセフィロス。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。星は消えない。終わるのはお前だ。かっけえ。空明るっ。え、これさ、えっ、なんで、え、なんで、あ、運命の叫びってこと。やっと帰ってきたってのに随分な歓迎だな。なにこれ、え、あ、え、これクライシス、え、ここ、え、うわー、この解像度で見たくなかった。見なかったけど見たくなかった。ったくよ、自由の代償は高いぜ。ザックス、マテリアも入ってなかったんや。すごい。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。ファンサだろこんなん。いらっしゃいませ。すごい、見たかったこの画質で。政宗長すぎの剣。終わらせよ。運命に逆らうな、クラウド。黙れ。逆らうんだが。やばい。ダメ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 。おお。寂しかった。寂しかった。別に。強いさ。なにそれ、せいぜいバカテンション上がりました。バカテンション上がったから多分いけます。貫く、かすり傷、かすり傷、ギリギリ来た。やばい。そういうことする、やばいな、待って。お前、ディファ、ディファ、待った、行くぞ。待ったよディファ。あーやーまー、ディファはダメ、ディファはダメ、ディファはダメ。誰でもいいけどディファだけはダメ。リミット当たる。そっと積み込んで。あー頼む、心ない。お前がやってたんだ、ミイラ。
つけろ。何？そこから先はまだ存在していない。どういうこと？何お前。お前の力が必要だ、クラウド。え、何急にどうしたの？怖い。共に運命に抗ってみないか。あ、だから早く来いっつってたの。そうだよな。断る。それはそう。7秒前。だがまだ間に合う。未来はお前次第だ、クラウド。怖っ。心臓キュってなったわ今。なんか近いねんセフィロス。終末ってなんだ。待って、その解像度で見せなくていいよマジで。え、え、え、なんで。え、勝った。マジか。え、え、マジかマジか。え、見たかったけど。え、じゃあもう運命完全に変わってるじゃん。クラウド、見た。あっ、どういうこと。クラウドたちが書き換えたからってこと、運命倒して。あ、そうだよね。おい、これフィーラーだもんね。フィーラーの中にザックスの叫びもあったから、それを倒したから運命がまるっきり変わっちゃったんだ。え、オリジナルガチでここで終わりやん。これがもうオリジナルが終わった証でしょ。え、見たかったけど、なんか心がなんか何これ。え、マジか。もう少しだクラウド、もう少しだ。その世界には世界線が分かるんかお前。空嫌いだな。え、すごい。え、ちょっと待って、感情が。ねえバレット、歩くしかないのかな。おいおい、歩くしかないんじゃない。かなり遠いよね、カーム。カーム？あ、だいたい一日ってところだな。最初の村だよね、行った。あのね。消します。ちょっと慌てすぎてスバルも引っ込めちゃった。そうそう、そんな感じ。うん。ええー。
があるかは言えませんが。受ける乗り方。誰だこれ。すいません。おいおいおい。スバルのティファが。うわあ、ダメージが回復していく。脳になんかすごい感情のダメージが回復していく。屋根ないね。確かに平気なのか。なんかクラウド顔つき違くね。あれ急に不安。そりゃ腹が減ったせいだ。急ぐぞ。いやなんかすっごい。久しぶり。元気だった？まさかお前、まさかお前。ごめん。悪い。いや、まあ、でも迷うよね。なんて言おうみたいなあるよねそれ。ってなるよね。あえ、こんなん。浦島太郎じゃん。エアリス。